にちは。こんにちは。僕が以前、言いました。フレンチトーストは料理動画の王道だ。フレンチトースト作るの？フレンチトーストを、トーストで作らないやつ作ろう。で、トーストの代わりに使うのが、こちら。高野豆腐だ。はい。これはね、甘辛く煮ると美味しいんだ。ですね。美味しいんだ。ってことで今日は甘くしていきます。はい、高野豆腐でやるわけね。はい、はい、フレンチ高野豆腐ですね。フレンチ豆腐だね。で、まずですね、こいつを、よし、まずこいつを開けまして、はい、まあこれ皆さんご存知の通り硬いやつですね。そうね、乾燥してるからね。はい、うん、なんでふやかすわけね、一回。はい、はい、で、まずお鍋にお水を2カップ2カップはい、入れます。で、今度白だしですね。白だし、はい、こいつを2分の1カップはい入れます。これで高野豆腐を煮ます。少しだけで、まあ1、2分煮てもらったら、もう揚げちゃってください。もうふやふやなってますね。はいはい、はい、こちらが高野豆腐。美味しそう。まだちょっと熱いんで触れないんで、うん、先にこっちに小麦粉を。小麦粉？普通のフレンチトーストで使わないよね。使わない。そうだね、使わないね。と、ね、まあちょっとでいいよ。うん、で、次に、はい、とボウルに卵1個出してもらって、はい、一回溶きます。で、これに牛乳を大さじ1杯ほど、大さじ1、これまあまあ若干アバウトな感じ、ざっとでもいいです。ざっとでもいいんだね。で、これ混ぜときます。はい、で、その間にちょっと冷えたかな、もうちょっとかな、うん、で、これをね、ちょっと絞るんですよ。はい、いけるんじゃない？熱いわ。やってみたら一回試しに。熱いわこれを少し絞ります。はい、もうちょっとね、軽く軽く、結構吸ってますからね、高野豆腐はね。そうそうそう、これ熱いからね、ちゃんと冷まさないと。そんな熱そうに見えないけどね。熱いんだね。めっちゃめちゃ熱いんだよ今。痩せ我慢してる。めちゃめちゃ痩せ我慢してから今、うん。ちょっと手がビクってなってたね。熱かったんだね。めちゃめちゃ熱い。熱いよこれは。熱いんだね。ただのお湯だからね。よし。で、まあ若干粗熱を取る感じで。うん。ああ熱かった。熱かったね。熱かった。これ手真っ赤なってんじゃないの？なってなかった。で、これで小麦粉につけます。うん、へー、全面？うん、軽くまぶしますね。はいはい。まあざっとかけていただいたら OK でございます。はい。で、フライパンにバターを、はい、敷きます。1個でいいの？1個でいいよ。はい。こちらをくぐらせます。卵の中にドンと。卵の中にくぐらせると。はい。で、焼いていきます。はい。わーい。はい。2枚目。もう1個バター足すか。お、いいね。足そう。でもまあ、1個でぶっちゃけいいですよ。火加減は中火ぐらい。今中火。うん。バターすぐ焦げちゃうからね。そう、焦げるんだよね。あいい匂いがする。そうね、バターは卑怯だもんな。卑怯だよ。存在が卑怯だもん。存在が卑怯だよね、あれは。でまあ、焦げ目がつくぐらいまで。うん。火を入れてもらったら、はい。ひっくり返すと。まあ、ここはフレンチトーストと一緒です。うん。うんですね。じゃあ返していきます。はい、おお、いいね。いやー、いい香りだ。いい焦げ具合だ。よいしょ。あー、完璧やん。よいしょ。あー、上手。あー、上手。厚焼き卵みたいになってる。あ、ほんとやね。で、この間にソースを作っていきます。ソース、はい。え、ソース、黒蜜。あー、和風な感じになっちゃうね。だね。いいね。黒蜜を、はい、ちょっと多めに作ろうか。そうね、たっぷりなんかかけて食べたいな。大さじ3ぐらい。大さじ3、はい。黒蜜ね、舐めたいぐらいあるな。美味しそうだな。舐めたいぐらいって美味しそう。あー、うまい。これお醤油ですね。お醤油、はい、はい、これを小さじ1弱かな。弱で、ここで混ぜると。へー、甘辛くするわけね。はい。なんで間があったんだよ今。いや、辛いを否定したかったんだけどね。あ、思いつかなかったからね。そっか、でも醤油入れちゃったからな。美味しそう。見た目完全にフレンチトーストのトレーダー。
高野だよね、高野豆腐なのにさ高野豆腐だけどね、パンだもんね、ね、見た感じ。お、いい感じ、ほら、あ、上手、いいじゃん、シェフ。で、これでもう出来上がりです。はい、で、これをお皿に持っていきます。はい、出来上がりました。完成しました。こちらでございますね。はい、こちらですね。わー、フレンチトーストだ。ソースもちゃんとかかってる。お砂糖がかかってないっていうだけで、高野豆腐には見えないね、今のところ。だよね。問題は食感と味だよね。食べていきますか。お願いしますよ。うん、普通に美味しい感じ。あの、なんとして、高野豆腐として、フレンチトーストとして、うん、豆腐として豆腐としてだよね。これこれさ、高野豆腐だよね。いや、フレンチ高野豆腐これ完全に高野豆腐だった。いやいや、フレンチ高野豆腐。マジ持ってく感じ、無理やり。いや、美味しいよ、全然。いや、美味しいね。あのね、ごめん、俺の言い方がちょっと良くなかった。あの、美味しい、美味しくないっていう話をしたら美味しいんですよ、間違いなく。美味しいんですよ。ただ、フレンチトーストとしての味と高野豆腐としての味っていうのがあって、高野豆腐の味になってんだ。はい、うん、これはね、ソースのお醤油とね、うん、高野豆腐を戻す時の白だしのせいだ。あ、まあ和風ですから。和風フレンチと和高野豆腐なんだな。でもまあ、でも、あの、いや、ありっちゃありよ。美味しいんですよ。うん、ほんと美味しい高野豆腐って感じ。そうだね。ね、俺全然好きだよ、この味。全然美味しいもん。いや、これめっちゃ好きやね。うん、甘がなくてね、美味しい。しかもね、ちゃんと吸ってんだ。うん、味もね、和風のフレンチトーストですね。今回はいいと思いますよ。じゃあタイトルそれにしよう。お、それでいこう、それでいこう、ね。では皆さんも作ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイビー。ご視聴ありがとうございました。右上がメインの釣りチャンネル、左上がサブのゲームチャンネル、下が次のおすすめ動画になっております。次回もよろしくお願いします。チャオ。